よろしいでしょうか。私から冒頭一点申し上げます。昨日公表されました四六期の GDP 速報値第1次速報でありますが、これについてコメントを申し上げたいと思います。今回の速報値は実質で年率換算マイナス 1.6% ということで、3四半期ぶりのマイナス成長となりました。しかし、民間の予測よりはそれを上回っており、実質成長を目指す上で、今年後半に向けてしっかり内容を分析し、これからの対応を取っていくことが重要だと思っております。この要因については、主として輸出が伸び悩んだこと、また個人消費が振るわなかったことなどが考えられますが、5月に天候が良くて、そして6月には台風や梅雨が重なって、人々の行動活動が鈍ったと、こうしたことも要因の一つと考えられますし、また中国の経済状況が振るわなかったということも、輸出の伸び悩みに結びついていようかと思われます。しかし7月に入ってからは天候が回復し、猛暑も続くなど、いわゆる夏物に応じた需要というものは活発に回復しているという状況も見られますので、この7月以降はまた違った状況も期待したいと思っております。その上で、これからそうした夏需要に加えて、7月8月はプレミアム付き商品券、これが補正予算の実施という形で全国かなり集中的に発行されております。9月末までにはこれらの対応策が9割を超える、つまり出揃うということが予測されておりまして、こうしたことが個人消費を活発にする要因の一つになることを期待したいと思います。なお、こうした政府の政策については、そのやり方あるいは効果などを今後もしっかり検証して、この政策的有効性、そしてまた今後の改善の余地など分析をしていく必要があると思いますし、このことは政府与党の会議でも私から政府側に強く申し上げているところでもあります。いずれにしても、これからアベノミクスは地方に移行する段階にあると考えられますので、地方創生を具体的にどう進めていくか、また地方経済における好循環の波及をどう進めていくかと、それらを通じてこの日本経済全体の好循環の推進と景気回復に努めてまいりたいと思います。我が党としては、地方において自律的な好循環を定着させるために、これから中小小規模企業の支援、また家計の所得を増やすことが重要だと考えております。これらを進めるにあたっては、国で政労使会議をやって一定の効果を上げてまいりましたけれども、地方版の政労使会議、これを各地で有効に活用するということが大事だと思います。すでにこのことは政府にも提案をし、総理もそれを受けて、その活用が重要であるという認識を国会の委員会等でも述べていらっしゃいますので、これも今後一つの道具になりうると思っております。働き方改革も含めて賃金上昇と合わせて、この地方へのアベノミクスの波及を今後目指してまいりたいと思っております。今後とも経済状況、その時々の状況をしっかり見極めながら、アベノミクスの3本の矢の
取り合わせが柔軟に行われて、より一層効果を発揮していくことに、与党として政府とともに努力を重ねてまいる決意であります。私からは以上であります。はい、どうぞ。はい、安全保障法制に関してなんですが、はい、維新だけじゃなくてですね、日本を元気にする会や次世代の新党改革ですね、はい、とも、その与党が修正協議をするという話があるんですが、はい、ただ与党としてはですね、維新だけではなくてその他の政党ともその、修正などを通じて幅広い合意づくりを目指すというお考えなのか、はい、まあ、その修正をするとなると、その、まあ、仮に一つすると衆院に戻さなきゃいけないという話になるので、まあ、その今後の国会日程というのもその、修正で衆院に戻すということも想定した上でやる必要があると思うので、その辺はいかがでしょうか。はい、野党の対応は大きく3つに分かれております。次世代の党のように賛成するということがはっきりしていると、あるいは共産党や社民党のように自衛隊の憲法違反ということで戦争法案とレッテルを貼り、もう反対を決め込んで全く議論の余地のない、そういう対応をする野党が一方であります。その間にあって民主党、維新、あるいは今お話の出た元気、新党改革などはこの安全保障環境の厳しい現状をの認識を共有しつつ、それぞれの対案を出す、そういう動きが出てきております。衆議院でもすでに動きがありましたけれども、参議院でもそうした動きは与党としては真摯に受け止めて、合意の余地があるかどうか、これも努力をしてまいりたいと思っております。しかし内容についてはそれぞれ主張がまだ出揃っておりませんので、よくお伺いした上で、努力をしてまいりたいと思います。まあ、今後の進め方等については国会の日程の中でどう運ぶのが妥当かというところは、国会対策上のさまざまな配慮、それは衆議院の対応があり得るかどうかということも含めて、よく配慮を巡らせてまいりたいと、このように思います。はい、軽減税率についてなんですが、与党の検討委員会がなかなか開かれていない面倒が続いていまして、ちょっと秋口の制度設計をという話だったんですが、はい、もうそろそろ近づいてきているかなと思います。その認識についてはどういうふうに見ているのでいらっしゃるでしょうか。はい、これは与党で、制度設計を秋口に明確にするという方向性を共有した上で、今財務省側にその実務的な対応、つまり具体案をですね、絞って作り出すと、そういう作業は委ねてるとこられている状況だと認識しております。国会の状況等も見極めながら、そうした国民の皆さんに可能な限り早く明確に示せるように、今後も政府与党で努力していくべきことだと思っております。はい、当初秋に軽減税率のだけの対抗を作るという話もあったと思うんですが、そのあたりは基準としては可能なんですか。まあ、秋口にその制度設計の具体案を示す予定で議論しておりますので、まあ、そういう軽減税率の対抗なるものを作るのがいいのかどうか、これも含めてですね、まあ、協議に委ねたいと思いますが、いずれにせよ年末には来年度の税制大綱を議論することになりますので、そこでは明確な位置づけがその段階の状況に応じてなされるだろうと思っております。
はい、朝日新聞の高橋と申します。はい、一部 のマスコミの世論調査で内閣支持率が、ま、あの上昇の傾向を示してますけれども、はい、これはどういったことが影響しているというふうにあのお考えでしょうか。およそ3つのことが考えられると思います。国民の関心の強い平和安全法制については丁寧に謙虚に説明をする努力を重ねているという一貫した姿勢があると思います。またオリンピック・パラリンピックに向けての新国立競技場については思い切った白紙撤回をした上で見直しをする、そういう方向性を打ち出したということも、そうした国民の心配を解消する努力をする、そういう姿勢の表れだろうと思います。また、戦後70年の談話につきましても、いろいろな国内に意見のある中、また諸外国の関心も考慮した上で、さまざまな配慮を加えて政府与党で一定のコンセンサスを作って閣議決定という責任ある形で出したと、キーワードと言われたものも盛り込んだ上でですね、後世にしっかりと伝えられるそういう内容になったということが国内外の一定の評価を受けていると、これらが重なって内閣支持率も上向きになっていると思います。今後も真摯な姿勢を貫いてこの国民の関心に適切に応えていく努力を政府与党として共にいたしてまいりたいと思っております。はい、安保法案に戻りますが、はい、参議院審議は11日以降防衛省の資料をめぐって紛糾してストップしておりますが、今後の審議の対応について野党にどういう対応を求めるかと、あと法案への理解がまだまだ、広がっていない中で、残りの、国会会期の中でさらなる法の落ちというのはあるんでしょうか。お盆前11日に出された共産党の委員の出された資料をめぐって、審議が止まっている状況もありますけれども、しかしこれについては政府側でしっかりと位置づけをはっきりさせてお答えいただきたいと思いますし、それは十分可能なことだろうと思いますから、しっかり説明をしていただきたいと思っております。そういう準備はすでにできていると思いますので、十分議論を進められる前提は整っていると思いますので、野党もしっかり審議に応じていただきたいと思います。今後もこの我々の平和安全法制、戦争防止法案であるということを国民にきちんと伝わるように説明を重ねてまいりたいと思っております。はい、他党のことで恐縮なんですけれども、はい、自民党総裁選のことについて伺いたいんですが、安保法制の審議もこう大詰めを迎えるのと、自民党の総裁選時期的に重なる部分もあるんですが、国会運営なども考えた上で自民党総裁選どういうふうにあるべきだというふうにお考えですか。我々は政府与党で力を合わせて国民の期待に応えられる政権運営を目指そうということですから、その点では安倍総理と共通の認識があると思います。与党を構成する自民党がその総裁をどう選ぶかということは、それに影響を最小限にして自民党の中で検討されることになるんだろうと思いますので、どうあるべきかということを我々が申し上げる立場にはないと思います。はい、東京新聞の新華です。先ほどの安保法制の、今議論が紛糾している防衛省の資料の問題なんですけれども、こういうものが公に出てしまうこと、ある
についてどう思うかというと、あとはその、まあ、法案成立前に、まあ、こういうスケジュールを事前に準備していたことを、その意見についての受け止めを聞かせていただきます。委員会で示された資料がどういう経路で入手されたものであるか、それが防衛省側で作ったものであるかどうか、何ら確認をされておりませんので、それに対して私がとやかく言う立場にはないと、政府も同様だろうと思います。一方で、防衛省側が作ったと言われている資料を知る限り、私が知る限りでは、法案の内容を解説するものであり、ガイドラインの内容との関係を解説するものであって、法案成立を後のことについて述べているものではないと思いますので、何ら問題のない資料だと思います。もしその政府側の資料が外へ一般に出すべきものかどうか分かりませんけれども、まあ、その経緯については防衛省がしっかりと対応していただきたいと思いますし、その内容、防衛省で検討している内容については堂々と国会にきちんと説明できるものと思いますので、きちんと答弁していただきたいと、このように思っております。はい、じゃあ終わります。